はい、皆さんこんばんは。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。ですね、今日はオンライン診療の説明について、を始めたので、その説明を、したいと思います。はい、久々ですね、この感じで撮るのは 撮りますからね。で、オンライン診療を、今週からか始めてみました。で、今週かな。で、何ケースか始めてみて、使ってみた結果、まあ、おおむね好評ですね。まあ、コロナっていうのが、まあ、今回、不幸にも始まってしまったわけで、で、多分収束までに数年かかるっていうのが、専門家の共通認識だと思いますね。で、基本的に、まあ、夏に向けては感染力が落ちるので、だいぶ良くなるとは思うんですけども、また秋から冬にかけて、感染力が上がると思いますし、決してコロナウイルスっていうのは、で、若い人には大丈夫と言いますけれど、やっぱりね、リスクある病気ですので、で、かかるとね、今度はね、出勤もしにくくなったりとかね、いろんな問題があったりとか不安になったりするので、まあ、基本的にはコロナにかからないような対策は徹底的に取ってきます。で、そのために待合をちょっとの椅子を数を減らしたりとか、いろんな対策を取ってるんですけども、電話診療、普通の再診を、来てもらうだけではなくて、まあ、電話診療ってやったりとかですね、してたのに、加えてオンライン診療っていうのを開始しました。で、オンライン診療っていうのが、まあ、まだ一般的ではないので、それについては今日、解説したいと思います。とても、ちょっとご協力くださいということですね。はい。で、オンライン診療とは何かっていうと、まあ、自宅にいながらビデオ通話にて精神科医療を受けることができるというサービスでございます。で、スマートフォンやタブレットに、パソコンに、クリニックスというアプリをダウンロードしていただければ利用可能です。で、このパソコンっていうのが、Google の Chrome でやらないとできないので、ですけど、まあ、ややこしいんで、まあ、わからない人はスマホを使ってくれるのが一番わかりやすいかなと思います。で、クリニックスを、まあ、スマホバージョンで考えますけど、をダウンロードしていただき、アカウント登録を進めてください。で、保険証とクレジットカードが必要となります。で、以下のメニューから選んでいただき、予約を完了させてください。で、時間になったら当院からの連絡が届きますと。で、病院の、まあ、待合室をイメージしてほしいんですよ。例えば、診療時間が、診療予約を、まあ、5時にした場合、5時からの予約なんですけど、その5時から5時半の予約枠に、僕、このシステム上、5人ぐらい予約が入ったりするんですね。で、その、まあ、順番で、来た順で僕見てるんですけど、例えば4時半の人がちょっと遅れてたら、少し前の、遅れてしまって、4時半の予約の人がですね、早かった、終わったら、ちょっと前倒ししたりとか、後ろ倒しになったりとか、で、します。多少前後しちゃうので、ちょっと30分ぐらい余裕見てもらえると助かりますね。今はちょっと空いてるので、まあ、すぐ出るかなと思いますけど、ちょっと、前後しますので、ちょっと、来ないなと思って、ぴったり来なくても、あれです。で、連絡を僕が一回して送って、繋がらないと一回切ることがあります。で、その後またかけ直すので、ちょっとお待ちくださいね。一回繋がらないと一回切って、次の患者さん見て、また変えるみたいなね、ことをやります。まあ、いいともと同じですね。いいとものテレフォンショッピングでしたっけ？ あ、テレフォンショッキングか。ショッピングしないもんね。買い物しないから。わかりますか？この話。その方式ですね。つながらないときは、んーとか言ったりね、やりますけど。何の話や。まあ、つなげるようにしますから。はい。で、メニューがいくつかあるんですよ。で、初診、再診、オンライン再診、オンライン初診、オンライン再診、オンライン初診、自費、オンライン再診、自費と、あります。ややこしいですね。はい。ややこしいんですけど、ついてきてくださいね、これ。で、初診、再診は普通のクリニックに来てもらって受診するやつですね。まあ、診療受けてもらって2回目受け。再診の場合は普通の予約ですね。まあ、来てもらっても大丈夫です。ただ、もし、アプリでいいよとか、電話最新でいいよって方は、できればそちらの方を選択をお願いします。感染防止のために、不要不急の外出は避けるってことなので、安定している方は、
クリニックではなく、電話再診およびオンライン再診を ご選択していただけると助かります。はい、でオンライン再診っていうのはですね、まあ、一度当院に LINE したことがあり、まあこのですね、アプリですね、アプリを使ってビデオ通話による診察を受ける方はこちらを選びください。で、最新コードは当院では使用しませんって何度も書いてるんですけど、これメドレーっていう会社が作ってるんですけど、のアプリの、これ、メドレーか許可得て言ってますからね、これ一応。これ使いにくいです、めちゃくちゃ。使いにくいんですよ。使いにくくて、その中で、まあ、この最新コードっていう入れなくじゃいけないとかあるんですけど、当院はこれ使わないので、最新コードは持ってますか持ってませんかって入るんですけれども、これは、持ってません、持ってませんで進んで構いませんから、これはですね、マスター勝手悪口言ってると思うかもしれないですけど、一応購入を得て言ってます。YouTube でこういうことを説明していいですかって、いいですよって、このいいですよって言ってますからね。まあもちろん素晴らしいアプリですからね。素晴らしいアプリですけれども、ややこしいところはありますよ。はい。ですね。はいはい。で、これはまあ普通の感じですね。で、オンライン初診っていうのが今回コロナで次元的に認められてるんですよ。7月ぐらいまでかな、確か。認められてます。オンラインで、初診予約を取って受けることもできます。うちでもできます。ただですね、この場合薬を出すことはできないので、まあ診断書とかそういうのがメインで必要な人とかはこちらをご選択ください。まあ初診は来て、後からビデオ再診、オンライン再診の方がいいかなとは思いますね。で、オンライン初診で来た方が次受けるときには、このオンライン再診の、まあ同じやつなんですけど、ちょっと下の方にあるんで、そっちを受けてください。で、こっちの、この場合も、抗精神薬は、処方できません。で、一応ですね、もう高くてもいいから、オンラインで診療完結させたいって人にはオンライン初診、オンライン再診の自費も、メニューで用意しました。で、これだと保険証は使わないので会社にバレないとかそういうメリットあるかもしれないですけれども、まあ、やってます。なので普通の診察代プラス、が保険効かない場合本来だと3割の部分を、10割いただいてプラス通話料って形でいただくので、結構高くなってしまいます。1万5000円とかかかるかな、確かちょっと忘れちゃいましたけど、かかるので、まあ普通に、初診できてもらう方が対面の方が保険も使えていいかなとは思いますけど。で、カウンセリングについても、オンラインで使えるようにしようとしてますけど、ちょっとまだ対応ができてません。なので今のところは僕一人ができるという形でやってますね。はい。具体的にアプリの利用方法としては、まあ、アプリをインストールしていただいて、まあ、アカウント登録をしてもらって医療機関を探すっていうのがあるので、まあ、探してもらって早稲田メンタルクリニックと、入力してください。で、何度か固まるときは時々あるんですけど、もう一回リロードすると大丈夫なので、で、予約をするってことで、先ほどのメニューですね、まあ、オンライン再診を選んでいただけるといいのかなと思いますね、多くの方は。で、クレジットカードを登録しないとできないので、ちょっとそれがややこしいですね。登録してください。で、保険証の登録には写メで写真を撮って添付してもらうということがあります。で予約の確定ということですね。で、アプリダウンロード、アプリ関係のがよくできないってことは、これもメドレーから許可もらってますよ。メドレーから許可もらってますからね。これは確実。このですね、メドレーの、患者様の相談窓口に連絡してください。うちの受付は今ちょっとね、もう忙しくてパンク気味なので、こちらに連絡すると、アプリのダウンロードを説明してくれます。0120-13-1540 でございますね。はい。これもホームページに書いてます。っていうところかな。で、あとは、ホームページのところに、初診の、詳しいやり方、最新の詳しいやり方、で、最新コード不要ですと書いてある。オンライン最新のやり方書いてますね。あ、そうそうそう。で、オンライン診療では、通話料って形で、まあ、自費を追加で受け取ることが、認められてるんですね。ですが、とりあえず、一応ですね、みんな僕も慣れてないですし、どういうものか、やっぱ最初お金かかるというとですね、抵抗感もあると思うので、5月31日までは、その通話料金っていうのを無料とさせていただいてます。
これを延長するかどうかはまだ決まってないです。これは患者さんの数と利用者さんの数と、クリニックでの手間とか経費とか全部そういうのをですねもうそろばんを弾いて計算します。決してですね僕は悪巧みしても儲けようと思ってるわけじゃないですよ悪巧みして儲けようと思ってないですからね。このコロナ状況でうちは赤字ですから、今月もうね、今月も来月も多分赤字だと思いますけど、もうね、なのであれですけど、もう生きるために考えてますから、いろいろね。だけど、まあ、他の動画ではですね、薄利多売は地獄への道って言葉を言ってですね、ベッド料金取るって話しましたけど、ちょっとやっぱ慣れないし、抵抗感があると思うので、最初はちょっと、無料でやってみようかなと思ってます。で、引き続きやる可能性も結構ありますね。ワンチャンあります。ちょっと決めてないです、ここら辺は。で、保険外負担の同意書っていうのが、もしですね今後、料金を取る場合には別途料金、保険外料金の同意書っていうのが必要になってくるので、これはワード PDF をここに用意しているので、それを、印刷してもらって直筆でサインしてもらって、それを社名で取るとかで押してもらう必要があるんですね。ちょっとややこしいので、この工程がややこしいので、ちょっと僕も今回お金は見送ったってもありますけど、こうやってややこしいことをですねまあやるわけですよね。誰がいるんですかっていうとですね、まあそういう役所ですよ本当にね腹立たしいですけどね、オンライン進まないのはね、まあ天下り先がまだないのかとかそういうのはありますけど、まああんまり言うのはやめましょう、そういうのはありますね。はい、でコロナ限定メニューですね、オンライン最新オンラインコロナ限定メニューがありますと。オンライン初診はこれは自費なのでっていう感じですね。でよくある質問として、オンライン診療と何ですかと、こんなもんですよと、特別な、料金はかかりますかというと、まあアプリ自体のダウンロードは無料なんですけれども、まあ、診断書とかそういうのには、別途、お金はかかりますね。でクレジットカード決済でございます。クレジットカードを使うとクレジットカードの利用料として 2-3% 僕が、余分に払わなきゃいけないんですけれども、普段よりも儲からないけどやりますよ。患者さんのため、感染防止目的のために、ね、やりますからねこんな話されたら嫌ですね、みんなね、プレッシャー感じちゃいますよね。いや別に気にしないですか、そんなたかが 2-3% とかね、そういうのねいいですからね。これも何でしょうね。僕もその開業してからそういうこといろいろ学んだんですよ。もう医者の時とか自衛隊の時は全然知らなかったですからね、こういうのね。予約時間の変更できますか、予約時間の変更機能はございませんが、まあ、キャンセルしてもう一回やり直してくださいと、一からやり直してくださいとかですね。で診断書の発行は可能です。郵送してますのでね、薬の処方箋も郵送してもらさせてもらってます。これで薬局によっては、薬局から郵送してくれるところもあるんですよ。でその場合は診察中に言ってください。この薬局だと郵送してくれ、ここにしてくださいとか言ったら対応しますので、ここら辺もちょっと今ちょっと今いろいろ組んだりやってますね。こういうふうに連携したらできるんじゃないか。でもこれではちょっと法的に NG ですよとか、いろんなアイディアがあるんですけど、いろいろやったりこう試したりしてるんですけど、これが法的にいやこれちょっとグレーかなとかダメかなとかいうのもあるので、独占禁止法とか的にね、それは、勉強しながらやってますから、はい。で料金一覧表ありますかということで、これか PDF か、見えるかな、これちょっと見にくいですね。まあ大体すいません、見にくいんですが、初診だと大体普通はですね2000円ぐらいかかるんです、患者さん負担で。で最新だと、まあ、クリニック来た場合は1400円ぐらいかかりますね。で自費の場合を、オンラインの初診の自費の場合は何いくらだ、これがこれちゃんと書いてないな、6800円プラス、通話料かな、5000円とか1万いくらですね、1万1000とか2、3000円かな、で自費の場合は7000円ぐらいですね、診察完全自費の場合はプラス、診察の8000円ぐらいかな、かかるので。でオンライン再診の場合は安いんですよ。保険が効いて860円なんです。
だから普段通院したら1413円払うところが、オンライン再診だと、まあ、3割保険の場合は864円でやれるので安いです。はい、めちゃくちゃ安いと、いう感じですね。なのでまあ、できればですね、オンラインで来てもらった方が、まあ、しばらくは当院としてありがたいですね。ただあのコロナ終わったら来てくれると経営的には助かりますけど、まあこれもどうなるとか分かりませんね。今どの企業もそうですけど、まあ、皆さんのご理解もあると思いますけど、コロナ状況下でいろんなもの変わってますので、まあ一番の最適解は、まあ、模索中ですね。これは答え誰も分かってないと思いますよ。僕も分かんないですし、誰にも分からないところなので、料金バランスも含めて、いろいろ考えていきたいなとは思ってますけどね、いうところかな。はい。で、まあ、1週間使ってみて、実感としてはすごくいいと思いますし、まあ、これで864円で、これでやってくれるんだったら、いいんじゃないですかね。これ、プラスで、ちょっとね、ベッド料、通話料を取っても別に、まあ、通院するより楽だからいいかと思ってくる人多いんじゃないかなと思いますけど、最初ちょっと手間なので、まあ、ちょっと安い値段設定で始めてますね。はい。っていうとこかな。はい、以上でこの動画を終わります。この動画を見てもし良いと思ってくれた方はグッドボタン及びチャンネル登録をお願いします。ではまた。